園芸好きの皆さん、こんにちは。園芸大好きカムシのどんちゃんです。前回に引き続き今日も大事なお客様お迎えしておりますね。見えてるかな、ちょっとチラ見チラ見してるかな。はい、今日の大事なお客様はこちら。わかるかな、遠くで見てわかる人はさすが園芸通。今日の大事なお客様はこちらです。じゃーん、エッグタルト。あー、かわいい。エッグタルト知ってます？ビオラ。これね、平田のアセリで買ったんですけどね、前エフェクトでね、去年ちょうどこのぐらいの時期を見てたのよ。かわいくてね。でね、これが一ポットね、これも前回同様748円、高っね。ビオラ一ポットで748円、高っって去年ね思って、さすがにね園芸初心者だったから買わなかったんですよ。でもね、今年は違う、どんちゃん目が超えました。いいものはいい値段する当たり前、買いました。エッグタルト見てください。ちょっと近くで見ましょうか。エッグタルト皆さんご存知ですかね。見て、ほら、天使ちゃんがあまりの可愛らしさにうっとり、ビオラエッグタルト。あ、こう見て、これフォークが乗った、フォーク、エッグタルトのような花。はあ、素晴らしいね。説明書き書いてありますよ、読みましょうか。花が大きくフリルもキュートなビオラ、秋から春先まで長期間咲き続けます。美しい草姿も自慢、キュッとまとまり、多花性で花が株を覆い尽くします。これです。ちょっと見ましょうか。ほら、この黄色にこの縁、目玉焼きんごたですよ、これ本当に。ほら、すごいよね。あら、これがよ、いっぱい咲いてごらんなさいよ、これね。え、いやー、エッグタルトを買うとは思いやったな。ほんとね、去年は高いお花誰が買うんだろうって思ってたらね、買いましたね、どんちゃんね、すぐね。いやー、でもやっぱ目が超えてきたっちゅうことでしょうね。ほんとね、観葉植物とか、まあ草花もそうですけど、だいぶね、あ、これいい株だなとか、これちょっと栄養が足りてないなとか分かってきましたよね。だいぶね、園芸チャンネルも山ほど見てます。買い替え、最近は買い替えのね、動画とか、まあ、カーメイクはもちろん、鬼チャンネル、知識はめちゃくちゃついてますよ、どんちゃん。最強になってきてるね。なので、それにね、あったビオラちゃんをね、お迎えしようと思って、前回のね、ヌーブルバーグに引き続きエッグタルトも購入しました。ちょっとね、見ましょうか、じーっとね。ちょっと皆さん、神々しい方なので、皆さんのね、健康をお祈りして、ちょっと一瞬手合わせてもらって、目を閉じましょう。で、皆さんのね、幸せをお願いしますと。はい、お直りください。いやー、皆さんのね、幸せがこのエッグタルトを通してね、なんちゅうか華やかになるように、どんちゃんはお願いしましたので、ぜひ皆さんもね、楽しい2022年送ってもらえたらなと思っております。いやー、もうずっと喋ってられる、この花一つでね。もう今からこの前にご飯置いて、ご飯食べてもいいかなという感じ。この目玉焼き感すごいよね、目玉焼き感。これ醤油かけてもいい、目玉焼き
どうして食べますか皆さん。僕はね、昔醤油派だったんですけど、最近はもう断然マヨネーズ派。卵にやっぱマヨネーズよね。いやー、ほんとどうですか皆さん、醤油派かマヨネーズ派か。ねえ、それはね、どうでもいいんですよ。僕のね、目玉焼き事情なんでどうでもいいんですよ。電池がね、カメラの電池がね、切れそうなんですよ。興奮して喋りすぎて。なのでこのエッグタルトを今日植え替えをしていきます。でね、前回と同様こちらに、これもね、とても貴重なお花なので一つに一つ植えていきます。で、前回同様、ほら値札があるよ、みんな値札。今日は取れるんかい。前回はするって取れたからね。予選の時はめちゃくちゃ僕は文句を言ったんですよ。取れん取れんちって、綺麗な花を植えるのにラベルが取れないってどういうことやつって。さあ今日は取れるんか。ほっ、はい、来ました。はい、こんな風になりますね。え、もうちょっと、なんで取れない、なんで取れんって。わー、やっぱ湿り気とかの具合かな。とかこう、ほらお店にね置いてある時間とか長いとやっぱくっつくでしょ、テープってね。あー、残っちゃったやん、ほらねえ。ちょっと後で綺麗にしときます、これはね。じゃあ早速、ボラ土をね入れていきましょう。鉢底石代わりにね、ボラ土が入りました、はい。で、土ね、土も前回喋ってるので、まあ、ちょっと割愛させてもらいますけど、培養土に赤玉土と鹿沼土を混ぜてます、ね。じゃあ土もねちょっと入れていこうかな。でね、やっぱあの平田のアセリーの土ね、相当いいんですよ。花が大きくなるっていうか、排水性もいいし、ただ値段がちょっと高い、うん、高い土を使うとねやっぱいいかなって思う。で、最近あの開花園の動画とかこう見てて、あのこの恵み、この恵みっていう、あの琵琶湖の藻で作ったあの堆肥気になるんですよ。買っちゃおうかな。良さそうよね。知ってますか、この恵み。さあポットから出します。いく、わー、太陽の光が光ってていいね。太陽も応援してくれてます。でポットからね出していきましょう。もみもみしてね、ほら見て、さっきと同様、うわー、熱い、ハプニング。白い根っこ、綺麗ね。はい、型を取っていきましょう。株元が蒸れるからね、しっかり型取って通気性をね、良くしてあげた方が絶対、もう絶対いいから、みんな注意してね、この型。よし、で根っこをしっかり崩して設置ね、中心になるように設置したら、もう土を入れていくだけね。あ、そうだ、オルトランを入れてませんでした。危ないね。オルトランをちょっと入れてね、花を強くしないと。で、元肥も入れますよ。元肥、これめっちゃいいからね、ドレッシングの容器めちゃめちゃ使いやすいから、ぜひ皆さんこれとこれ、前の動画でも言いましたけど、これとこれね、ちょっと軽く混ぜて、よし、で設置して真ん中ねに合わせてから、で土をね周りに入れていきます。
さあ仕切り直していきます。もうねカメラのバッテリーが切れるっていうね、もうね喋りすぎどんちゃんもうね興奮してるのよ。こんなね美しいゲストが来てくれたからね、見てよこれと一緒、もうね美しいね。土をね入れていこう。やっぱね YouTube ねやってる身としては皆さんにねお花の美しさ楽しさ全てね伝えていきたいんですよね。これほら大きくなる過程もね一緒に楽しめたら最高じゃないね。そうどんちゃんデルにはねどんちゃんを応援してくださってるファンがたくさんいるんです。本当にただの一般ね一般人がこうやって花植えてるねあのチャンネルに登録してくれただけでも本当にありがとうと思います。本当にありがとうございますもう皆さんねえ。今芸能人ほらねえ結構 YouTube に参入してもうチャンネル作っただけでね登録者何万人みたいな行くでしょ。いやーすごいよねやっぱね、やっぱそれなりの影響力がねあるから、まあその運営も大変でしょうけど、僕はあのちょうど素人ね一般人ただの看護師が園芸楽しんでるっていうねこういうチャンネルに今860人ぐらい登録してくれてる、これだけでも奇跡ですよ本当にね。いやーすごいよね。でほらでやっぱね気になるのはこれがこうどのように成長していくか気になるじゃないですか。僕もそのねいろんな動画見ますけど、その後が知りたいというね成長の具合、どんチャンネルはねそこはずっと押さえときますね。じーっとあの気になるところ、あの皆さんが気になってるよ気になってそうだなっていうところは必ずね押さえてやっていこうと思ってるので、このねエッグタルトがどんな風に大きくなるか必ずお届けしていきますからね。もうねちょっとした変化でもね動画にしますから僕はね、楽しみにしておいてください。はい、ということで植え付けが完成しました。じゃーん、また土に植えたら綺麗かね。こんな子で僕のほら帽子と合うでしょうねえ。いやー感動した。やっぱね748円って高いなーって思うけどすぐ元取るからね。このビオラの何ちゅうか花の長さとこの美しさ一瞬もうね僕もこの時点でね元取れても逆にねこのエッグタルトさんにお金払おうかなっていうぐらいの幸せもらいましたよ、ね、これからどんな風に大きくなるんでしょうかね。それではねまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。